北海道大学病院の先端医療技術教育研究開発センター、非常に名前、長い名前ですけれども、あの村上といいますあの。今回ですね、えー、我々、私のです、ね、指導している大学院生が開発しました、まあ、シミュレーター、あるいはあのシミュレーションプログラムなんですけれども、まあ、これを込みでですね、ちょっとご協力していただける企業さんがいないかということで、まあ、本来ならあの東島の大学院生の方から 発表するべきなんですが、えー、ちょっとですね、今日、えー、都合悪い出向病院の方に出まして、えー、急遽私の方がプレゼンテーションすることになりました。ちょっとあのー、まあ、もちろん、えー、研究の方は把握しておりますが、至らぬ点あるかもしれませんので、えー、あらかじめご了承いただければと思います。それではよろしくお願いいたします。 まあ外傷、えー、皆さん、多分そこまで身近ではないと思うんですけども、あの意外とやっぱり亡くなる方が多い。まあ、不良の事故における、本邦の死亡者数っていうのは、年間3万8000人。まあ、これ、何が問題かというと、若い方なんですね、えー、が亡くなってる。まあ、非常にその、国としての損失っていうのも大きいですし、またあの家族の悲しみっていう意味でも、非常にですね、問題がある、まあ、死亡。 これだけあるだいぶ少なくはなりました、王子の10分の1ぐらいになってますけども、それでもまだなくせないというところにあります。で、まあ、重症害症、えー、症例というのは、あの非常にもう体中が破綻してて、血が止まらないような、まあ、そういう状態、一刻も早くとにかく血を止めて、体を安定させてあげなければならないという、まあ、そういう治療が必要なんですけども、これが意外と適切になされていない。うん でこれちょっと古いデータになる、まあ、これもちょっと理由があるんですけども、えーまあ、もう20年前ぐらいのデータになりますけど、38.6%、えー、まあ、38. よ,くよく約4割、これ何かというと、避けられたはずの外傷死、これは何を意味するかというと、要するに医療が適切に与えられていない、慣れない医師が診療したことによって、本来はベテラン、あるいはエキスパートが、 対応すれば助かってたかもしれないという、えー、そういうすごいデータなんですね。今はちょっとこれデータ避けられたはずというのは避けられた可能性のあるという言い方になってまして、これあのスライド作ったうちの,あの東島のやっぱり気持ちがこもったスライドになってますけども、えー、ちょっと私先ほど直したんですけども、まあ、可能性があると報告されていまして、で、この後実は、えー、調査されてないんですね。 このデータも出されたときは非常に衝撃的な話になって、まあ、ある意味です、ね、ほとんど100%に近い、こういうその避けられた可能性がある外傷死っていうのが出てる病院とかもあってです、ね、これがあの普通の、まあ、一般病院ならまあ,ある程度仕方ないのかもしれないんですけど、これが救命救急センターと呼ばれる、えー、要するにまあ日本でこういう外傷とかを扱うための病院ともいえる、まあ、そういう病院でこういうデータが出てしまったということで。 その後あの大規模ななな調査が行われて,、ね、っていうそういう状況になりますであの、これ何かって、まあ、要素を考えてみると、なかなか実は我々、トレーニング、外科医なんですけども、してないんですね。で、外傷診療っていうのもそれほど多くない、なんで、実臨床では学べない。えーまあ、このやっぱりトレーニングっていうのを、その臨床の現場以外で、 やっていかなければならないところで、今我々もこのデータが出た後にですね、えー、まあ必死でですね、そのトレーニングコースを開催したりしてですね、で、救命率を上げようとしています。まあ、実際はそらく半分ぐらいになったんじゃないかと言われてますが、ただ、非常に手間のかかるトレーニング、これ、あの動物のトレーニング、えー、これは豚を主に使ったトレーニングで、我々の施設でもまた今年11月に行われますけど、まあ、あの、 1>, と1匹の豚に対して1名しかトレーニングできないです。まあ、参加者が制限される。やはり4匹ぐらいしかできないで、4人ぐらいしかトレーニングできないですね。で、費用、えー、これ、アトムっていうコースなんですけどこれ30万円。三、え、十、ー、万円払って、えー、しかもほとんどでと自腹で来てますね。病院が払ってくれるってことはないんで。で、やはり豚、えー、ですね、えー。とはいえ、やはり、まあ、生命を、えー、そのトレーニングで。 殺してしまわなければならないという、倫、ま、理、あ、的な問題。あと、まあ、豚から人畜共通感染症がかか、えー、感染する可能性があるという。で、最近、行、え、わ、ーまああのー、れていうのは、このご遺体を使った、えーまあ、検体された方の体を使ったトレーニングというのを行えるようになりました。これはガイドラインとかが整備されて行えるんですけども、やっぱり参加者数が限られている、まあ、そこまでやはり多く、大規模に開くことが難しい。あとは大学でしか開けない。 まあ倫理的な問題に関しては、あの理解が広まっていけば、おそらく解決できるだろう、まあ、海外では普通に行われている、えー、ものではあります。あと、感染症に関しても、ほとんど感染はしないとは言われているんですけども、一応ゼロではないんじゃないかっていうふうに言われております。まあ、こういう問題がある。できるなら、だから、えー、このトレーニング参加のハードルが高いトレーニングではなくて、シミュレーターとか、お持ちいたですね、誰でもできるようなトレーニング。 っていうのを準備したいっていうのが、えー、まあ、我々の思いですね。で、まあ、先ほどお話ししたように、在学中、卒業にすら、系統的な外傷診療を学ぶ機会が少ない、まあ、ないと言っても過言ではないぐらいの状態なんで、えー、で、さらにですね、勘弁安価、繰り返し、えー、修練できるような外傷手術、トレーニング方法が、特に腹部外傷に関しては存在してないです。で、えー、我々、それでいろいろ全国研究しておりますけども、 えー、じゃあ、何をまず我々身につけたらいいかっていうのを、まあ、北海道全体の外科医にアンケート調査していろいろ調べたところ、やっぱり肝臓の外傷、これを制すれば、えーまあ、ある程度、えー、助かる命が増えるんじゃないかということで、肝外傷手術のトレーニングを優先する、じゃあ、このトレーニングを作ろうということで、まあ、今回、作ったわけなんですね。で、シミュレーター、えー、非常に効果っていうのは、多分、えー、ここにいらっしゃってる企業の方、まあ、ご存知のように多分あの作ってらっしゃるで。 なのは自分で作れば安価になったっていう話ではあるんですけども、まあ、これをお腹を模したシミュレーターを作りたいということで,、えー、で、私もびっくりしたんですけど、何に目をつけたかというと、彼はこの、えー、コンテナですね、衣装コンテナ、なんか家で見たなって感じですけど、この中にですね、作ってきたんですね。えー、これ非常に発想、驚いたんですけど、最初は何を考えてるんだと思いましたが、あのコンテナって非常に搬送しやすいんですね。 あと収納もしやすい。まあ、お尻に入れてるぐらいですから。で、その中に、まあ、紙粘土、シリコン、これ絶対使わなければならないっていう意味ではないです。これで型取りしまして、で、えー、肝臓をウレタン樹脂で作りまして、い、え、わ、ー、ウレタンホーム樹脂で作ったと。で、これらを、えー、中に収納しまして、まあ、こういうような、まあ、あの、どこまで似てるかっていう問題ではないんですけども、少なくともその、 シミュレーション教育に特化した、そういうシミュレーターっていうのを作ってきました。これはあの私、本当は買うつもりで、科学研究費、えー、獲得して、で予算、えー、取ってたんですけども、その10分の1ぐらいの値段で作ってきたということで、ただ肝臓の素材に関しては、これ、ウレタンそのままだと硬,あの硬すぎるんで、えー、樹脂そのままだと硬すぎるんで、これはあの、えー、コトブキメディカルさんですね、えー、こちらで作っております、こんにゃくの素材を用いた。 えー、そういうい VTT というものですね、えー。これを使用させていただいております。まあ、これを縫合する。乾燥って実は非常にこんにゃくって、えー、いうぐらい、まあ、柔らかいんですけどそのぐらい柔らかい素材なんで、これをちょうど縫うのにちょうどいいと,いとええー、これをトレーニングに使わせていただいております。で、腹壁としてはこれ、ウレタン樹脂として模、えー、したものを、これもちょっと硬さがあるんで、えーまあ、本来ならここを切ってですね。 あのお腹開けるとこからやりたいんですけども、あのそれをやるとなかなか耐久性が、えー、得られないんで、まあ、あらかじめ硬いものに切って、えーで、トレーニングできるような形にしたということで、まあ、この辺の簡略化っていうのも行われてますが、これももし開発できるんであれば、新たにです、ね、素材を、えー、使って、えー、回復できるようなものがあればいいかもしれないですこ、まあ、これをかぶせることによってトレーニングします。 まあ、重量約20キロ、今もう少し軽くできたということですけど、製作期間は14万ということで、まあ、安くできたと。で、何をやるかというと、この、えー、ダメージコントロールサージェリーという、要するに血を止めることに特化した、まあ、手術ですね、えー、もう、えー、処理用室に運ばれてきたときにあ血が出てる、もうこの患者さん、このままでは死んでしまうというときに、バッと中を開けて、何するかというと、タオルをこの手 血を止められる点ですねこれでお腹の中をギュッと締めるる感じにすすんですね、えー、この5点パッキンこれすら外科医だと誰でもできるだろうと思われるかもしれないんですけども、やはりやったことがなければできない、どうやればいいのか分からない、あとやっても不完全になる、やっぱりトレーニングを積むというのは非常に大事なんですが、逆に言うとこのシミュレーターでトレーニングしているだけでですね、外科医はできるようになる。非常に簡単なトレーニング が今行われてないっていう現状。これを解決する、まあ、トレーニングですね。これをシミュレーターでできます。で、えー、肝臓の容、まあ、はまあ、これは肝臓を抑えるだけなんですけど、えー、これだけでも、やはりなかなかお腹開けてできる外科医っていないんですね。やっぱ怖いんですよ。肝臓って非常に柔らかい臓器なんで。これでも止まるんだよっていうことを実際に触って、 体体験していただく二次体験ししてていいたただだくく、ね、肝,肝臓に行く血管というのは実はこの辺りに、えー、集まっている肝12小肝膜といいますけどもここをです、ねえー、穴を開けてやって止める、えー、クランプしてやるこういう干渉ですね後で後ろで見ていただけると分かると思うんですけども、まあ、こういう修行できるあと肝周囲パッキングも肝臓の周りにガゼを詰めてとにかくです、ね、ギュッとやってやることでこの割れたところからの血が止めることができる あとはまあ最後にですね、えー、これ、お腹、平閉腹って書いてあるんですけど、これ、要は、このビニールみたいなものを置いてきて、お腹閉じないんですね。これ、なぜかというと、お腹の中がパンパンに膨らんでくるんで、えー、これ、無理やり閉じてしまうと、逆にこの圧力でお腹の臓器の血流が悪くなってしまって、腐ってしまう。まあ、あるいは、心臓に戻る血がえなくなって、心臓が止まってしまうようなことがある。こ、まあ、こういういとを防ぐために、 開けときましょうっていうことなんですが我々外科医っていうのはやっぱりお腹どうしても閉じたいっていう意識があるので、無理やり閉じてきてで、患者さんをなくしてるっていうことが、うんえー、それをですね、えー、このトレーニングで解消するっていうようなトレーニング。で、実際や私がやってるところなんですけども、えー、本当にやってること、単純ですよね。えー、多分、えー、私でも俺でもできるよっていう、えー、皆さんでも思われるかもしれないですけども。 あのやっぱり人間の体っていうのはやっぱり我々外科医でも触るの怖いんですね特にお腹の中が出血してるもう今すぐにでも心臓止まるよっていう患者さんまあそういうところでシミュレーターで、えー、実際にイメージを作る作っておくことでできるようになりますでこのスミュレーターの特徴なんですけどもこれタオルパッカ、えー、パッキングしたところなんですけども、えー、これ外側から見れるんで透明性があるんでえー なんで正,あの正しくですねパッキングできているかどうかというのを確認できる。まあ、これ、従来のやっぱシミュレーターにはないんですね。えー、骨盤クこれ下かですね、えー、この膀胱の裏か、えー、こういうのもしっかりガーゼが入っているなというのが見れると、えー、いうことで。で、この、えーまあ、会員閉服に使うですね、えー、こういうビニールの素材、まあ、こういうのもしっかり入っているかどうかというのは見ることができる。で、これをプログラム。 えー、作ってですね、えーま、緊急回復術復、服、5天パッキング、乾燥症パッキング、えー、防護、一時閉復という、ま、こういうプログラムを作って、これをトレーニングしていこうということで、でさらに学、それが効果があるのかどうかっていうのを我々、えー、研究しましたで。学習前の知識と、あと主義、えー、を、えーま、テストしてで、えー、このトレーニングプログラムですね、講義とトレーニングを。 やった後にまに、あ、上昇する、まあ、当然上昇するだろうと思うんですけど、まあ、その通りで、やはり見事にです、ね、上昇します。で、えー、この効果の検証に使う主義、えー、評価項目っていうのは、まあ、お札と呼ばれる、えー、そういう科学的な、えーまあ、一応科学的なというふうに呼ばれてますが、えーまあ、項目評価、えー、これが何を見ているかというのをしっかり、えー、明らかにした上で評価していって、42点満点で評価したと。で、そうすると、まあ、トレーニング前後。 でいうと明らかにこの若手ですねのトレーニングの後の評価で上がっているまあエキスパートはほとんど変わらないもちろんそれはそうなんですけどもスペシャリストと同程度の点数に意識が向上するということが分かりましたで、えーまあえー、従来技術では何が何が違うかというと、まあ、臓器固定性がやっぱりあのいろいろ 見栄えはいいんですけども、実際の固定性が違うっていうところがあるんで、それを解消したというところ。まあ、だから本当にレーニングに適するようにやったというところですね。あと、先ほどお話ししたように、外側から見えない、今の現状のものでは、だから見えるようにしたということですね。で、まあ、価格に関しては、これ実際に作るともっと高くなる可能性はあるとは思うんですけども、えー、これはむしろその、えー、素材とか、まあ、工夫数っても,もちろんあるんでしょうけども、あのー、やはり トレーニングプログラムいろいろ組み込むということで、えーまあ、たくさん売れるということで,、えーでまあ、価格を下げていくしかないかなというふうには考えております。で、当、え、件、ーまあ、工場、先ほどお話したことの繰り返しになりますけれども、当、ま、件、あ、することによって見れると。傾、ま、向、あ、可能14キロ、これはもう少しちょっと減らしたいところですけれども、ただ収納性は非常にいい持ち運びもしやすい、あとは繰り返し使用可能。 というところが、まあ、もあ,のある意味求められるというふうに思います。あと、実はあの出血を再現できるように、えー、チューブが配置しています。で、これもあの彼考えたのは、まあ、要するにこのコンテナの中だと外に漏れないんで、絶対的にきれいな状態でできる。外に汚さないということで、まあ、よく考えたなとは思います。で、まあ、想定される用途としては、もちろん全外科医、救急医のトレーニングに、これをもうあのベーシックプログラムとして組み込む。 まあことを目指すということでちょっとあの外科学会とかにも相談に行ったりしてます。で、肝、えー、外症以外の腹、えー、部外傷モデルへの発展ですね、まあ、これ、例えば、メンファスナーを用いて臓器、柔道、あのそこから剥がす、えー、これ、柔道っていうんですけども、剥がすっていうような、えー、ことができるようなモデルを作れるんじゃないかとか、腹部大血管を配置して損傷モデルを作れるんじゃないかとか、脾、ま、臓、あ、腎臓、膵臓、摘出するようなモデルを作れるんじゃないかとか。 まあ,あとは副腸手術ですね、外傷とは全く違うんですけど、他の用途にもうまくやれば使えるんじゃないかっていうふうに考えております。で、まあ、今後については、このトレーニングプログラム自体をですね、外、ま、科、あ、救急専門医の、本当あの資格の認定要項にするようなことはできないか。 いうことでまあ、単位化とか資格試験化とか、こういう試験間違ってますね、えー、まあそういうのに用いるということ、えー、患者搬入直前のまあブリーフィングにしよう、このブリーフィングというのは要するに、あの患者情報が電話で救急隊から来たときに、それを見ながらですね、あのすぐにじゃあ,あのお腹を開けてこうするぞっていうのを、まあ、これを用いながら解説するということで。えー、これは 特に初学者がその中にいる、えー、若手がいるような時のシミュレーションには非常にいいのかっていうふうに考えています。あと、まあ、あの、実は XR とかハプティクス技術、えー、まあ、要するにあの、インターネット、えー、な、インターネットシングスとか、え、オブシングスとか、まあ、いろんな技術ですね。まあ、これ組み合わせによる臨場化の向上っていうのは、あの、実はもう我々手を出しているところで、ちょっと今回、あの、その予算が当たりましたんで、まあ、それについてもやっていきたいというふうには考えております。で、 まあ、いろいろ他の分野への知るトレーニングへの応用もできるんじゃないかということで、応用性は、まあ、いろいろ高いなということですね、まあ。ということで、我々掲げているのは、エビデンスベースト,トレーニング、えー、ですね。有用性が証明されたトレーニングプログラムで、まああの、トレーニングをやっていこうということで、まあ、逆に言うと、このプログラム、えー、大規模にですね、有用性を証明しないと、外科学会とか、まあ、救急学会とかの トレーニングプログラム、公式プログラムにならないなっていうことであのもう少しですね、たくさんシミュレーターを作っていかなければならない、えー、たくさんあの、多数のところでやらないとその人数、えー、によるその証明ができないんで、まあ、そういう意味でもちょっと初期、プロトタイプの、まあ、そういう雑巾モデル、えー、このシミュレーターをですね、作っていただけるパートナーを探してるっていうところです。で、まあ、トレーニング付きはだから良いシミュレーターが必要ということで良いシミュレーターを作っていただける。 えー、企業さんを探しておりますで、まあ、本、えー、シミュレーターの製品化によるプログラムが普及することにより、もうこれが一番なんですけど、医師の技術向上、そして患者の救命率改善、まあ、これがもう期待される、まあ、ここにですね、関わっていただけないかということでご相談に参りました。さ、ま、ら、あ、なる医学教育革新の布石として、まあ、こういうそのエビデンスベーストトレーニングっていうのが、まだ 一般的ではないんですね。えー、ただ、これによって革新的に患者の救命率が改善できるのであれば、やはりエビデンスを持ってトレーニングを作っていこうという形に今後なっていくはずなので、まあ、そういう医学教育、革新を我々はやりたいというふうに考えております。えー、ということで、 えーまあ、本技術に関する知的財産、えー、についてはこのようになっております。で、後ろにシミュレーター、えー、用意してます。触るなって書いてるんですけど、あのぜひ触って帰ってください、えー。ということで、私からの発表は、えー、これで終わらせていただきたいと思います。ぜひとも我々、えー、患者の救命率を上げる、えーまあ、そういう運動にですね、えー、手を貸してください。よろしくお願いいたします。